さあ今回も、心霊スポットで検証とゴミ拾いしていきましょう。はい、今回は、なんていう場所でしょう。今回は道志道って道ですね。なるほど、うん、だから車の中からスタートということで。そうなんですよね。この道は結構長い道なんですけど、車で走っているとね、なんか車に轢かれたであろう血まみれのおばあさんが車の窓にニヤニヤ笑いながら張り付いてくるという噂が。轢かれたのにニヤニヤ、なんかその気持ち悪いね。そのおばあさんが気持ち悪いか分かんねえけど、おばあさんニヤニヤ気持ち悪いよ。そのおばあさんだって笑うな。まあ確かお前の前で笑う人はいないけど。いや、ちょっと言い過ぎましたけど、でもとりあえずなんか血まみれでニヤニヤ笑ってバッてこう張り付いてくるという、その噂が結構根強くて、実際体験しましたっていう口コミからこう広がっていった話なんですけど、なんかこの道はだから結構霧が出やすかったりして、いろんな噂が他にもちらほらあるらしいっていうの。ありましたね。そのおばあさんも霧がある夜に轢かれたみたいな。こんな山道霧出たらそれは前見えないわな、車も。だし、まあこれもし轢かれたとして歩いてたってことでしょ、この山の中の真っ暗な道歩いてるって、その時点でもうな。ただちょっとだから基本的には、車内検証というか走行しながらの検証になると思いますので、まあ、人感センサーはまず車の外の窓の向こうに向けて置いたり、あとはまあ電磁波計とか、はい、そういうのもやりながら、もしちょっと止めれそうだったら止めようと思いますけど、正直ね、ちょっと止めれるスペースがあんま見当たらないんで、ないよね、ここがやっと見つけた場所だったんで、この先進んでいったらどうなるかちょっと分かんないですが、まあとりあえず検証を続けていこうと思います。はい、さあというわけで今から、その道志道に行きたいと思いますが、まあもうすでに、人感センサーは、窓の外に向けてセットしてあります。はい、なんだこれ、なんか落ちてるの、落ちてるの。さあどんな道だったの。でもやっぱりそういう心霊とか関係なくもう雰囲気が怖いっていうふうには結構書いてあったな。あ、真っ暗な山道やね。真っ暗だな、下の方が。いや、真っ暗だ。今日はでも霧はなさそうですけど、ただ撮影のために暖房を消してるんでめちゃめちゃ寒いです。寒い外出たら寒いよな。道でもこれ道長いからな。おお、反応しろじゃん、早っ。おい、ついてきてるの。ちょっとただこれ本当止める場所がないんで、まず一発目つけた、つけた瞬間になったぞ。これでも OK と。ここは爆弾道路。ただちょっとこれ本当この道は止まるところがあんまりないんで、なっても多分止めてっていうのがちょっと厳しいかもしれないですね。ああ。で変なとこ止めてて後ろ車結構来るんで。意外に通るよな。うわ、なってるなってる、ずっとなってる。ちょっと待って。おい。このだって山だからさ、何もその電磁波系が反応するようなもんないはずだ。どう考えてもないよ。張り付いてる？もう？そう。じゃあなんか映り込む可能性もある。いや、止まらないよ。結構すごい。ちょっと他のやつもでもちょっと。感じるわ。電磁波系が反応するってことはその噂の方だけじゃなくて、なんか。そういう現象が起こりやすい場所なのかな。そういうなんか電磁波的なものが乱れてる場所なのかな。だからいろんな噂があるのかな。
喋った？結構な山道。いや山の中やな。張り付いてでもだいぶ何もない時間が長かったけど。うん、だいぶな。うん、でもここ今あれはどうやった？これからここでもやってみるか、いろんな検証。あの電車系をなしたね。感染者が反応して、でちょうどちょっと脇止めれるようになってたんで、うん、今止めてたんで、せっかくなんでちょっと車内検証から、ね、なんか車の中にいる方がいろんな現象の噂があるらしいので、うん、とりあえずちょっと車内検証してみようか。まあいるかもしれないしね、うん、で人感センターは、さっきと同じように窓の外に向けてセットしてます、はい、何か、うん、うん、真っ暗だけど、たまに人通りはやっぱ、人通りというか車通るね。車自体は通りますね、うん、まあ、この辺の主要道路だろうな。電車系は全然ない。この辺はもう、いるそこら中になんか動詞何々っていうのがある、ね、雰囲気的には、その道し道に入って、うん、で、なんか、一旦、なんて、人里というか、結構、街っぽいというか、うん、はいはい、まあ、ちょいちょい家とかがあるようなところを抜けて、うん、ちょうど今からまた山奥入りますよみたいなところで、うん、人感センサーが反応したなっていう感じですね。で、この先、さらに山奥、というか、うん、何にもなくなる感じですかね。どうなってるか、うん、さあちょっと、待機したんですけど特に何もなかったので、うん、一回ここちょっと降りていろいろ見てみたいなと思います、はい、間に合ったか、カメラ。今カメラ止めた瞬間、バゲタンが警告音になりましたね。自動探知で。映ったかな、今。うん、で、急いでもう一回カメラ、録画モードにしたんですけど、この暗視カメラが家に帰ってパソコンで見なきゃ撮れてるかちょっと確認できないんで、今カメラ切った瞬間に警告音が鳴りましたね。まあ、警告音になったところでじゃあ外。じゃあもうやっぱり早速行きましょう。はい、あれですね、ちょうど降りて分かったんですけど、沢というか、川の音が聞こえる場所。橋か。この人はどうだっけ？あ、深い。あ、深いね。関係あるのかな、なんか。こんなとこ歩いてる人いっぱいいるだろ、これ。おらんよ。寒いし、真っ暗だし。深いしな、これ。深い。反対側どうだったの？これ歩いてこの道し道越えろってなるとなかなかなギャラを要求しなきゃいけない。そうやな。過酷すぎるやろ。一晩ノンストップで12時間歩いたらクリアできるかなぐらいだからね。過酷すぎるわ、こんなんもう。2、3000万ぐらいかな。多すぎるやろ、それは。いやでもタレントだったら多分それがもらってるよ。マジで？いやそりゃそうだ。有名あるな。電磁波系どこも特に反応はないです。まだないのか。おしゃべり人形をとりあえずどっか置ける場所に。置ける場所にじゃあ置こうか。そうな。さあ、人感センサーとおしゃべり人形をセッティングしました。はい。
ちょっとこれで一回様子を見てみたいと思います。はい、ゴーストチューブは特には反応はなさそうです、さあまだちょっと道し道途中なんですけど、この後こうやって車止めて降りる場所ないかもしれないんで、ゴム拾いとりあえずここで一旦しようかなと、この後まだ検証を続けると思いますが、ちょっとこうやって降りれる場所が多分ないかもしれないんで、ただちょっとゴミがこれがな、これなんだろうな、これなんか入ってそうな気がするんだよ、これ触ってみ、蹴ってみ、ね、何入ってんのこれ、軽くないな、軽かったらもっとポーンと飛んでるけど、何をこれ入れて捨てたんだろうな、何か書いてあるのかこれ、はい、じゃあ行くで、おお、どっか行ってたぞ、ビビりすぎだろ、ビビりすぎだろな、なんかストローって書いてあるな、備品みたいな感じだな、落としたのか、じゃあこれトラックの人とかがさ運んでる人が落としたんじゃないか、キャラクター書いてあるわ、ちょっとでこれ今中結局見て、うんうん、あの開けてない新品、いや完全に包装されてる、うん、ストロー、そうだな、これ多分誰かその運送というかどこに届けるものを落としたっぽいんで、これゴミじゃないっていう判断を僕らはして、うん、多分落とした方がもしかしたら拾いに来るかもしれないんで、あるよな、可能性な、ちょっとゴミという判断では僕らはせずにこうちょっと置いとこうかなと思います。じゃあ次ゴミ拾いしよう、橋の周辺はとりあえずゴミ拾い掃除させていただきました。ちょっとこの後だからもう車止めて降りれる場所があるかわからないんで、とりあえずここでゴミ拾いはさせてもらったということで、させていただきました。で、今はまた、先ほどと同じようにカメラの横、まあ車の外に向けて人感センサーをセットして、まだまたレンジャー系とかバケドとかちょっと山中にやってもらおうかな。ちなみに、まあ、バケタンさっき警告音だったけど、さっきやってたのか、この辺なんかいろんな珍しい施設というかいろんなものが多いね、普通に観光地なのかな、そうだろうな、旅館とかも多いし、温泉とかな、気持ちよさそう。特に何もないかもしれないな。そうやな。さっきのところが何かあったのかな。その噂で言う、よく聞かれるおばあさんなのか、それともまた違う人、まあ分からんけど。山だからな、やっぱり何があるか分からない。で、俺結構こう調べたらいろんな噂がやっぱあったから、もしかしたらその人以外何かあるかもしれないし。ちょっとまあこの道がどこまで続いてるかわからないんですけど、まあ越えるとこまで検証続けてみて何かあったらって感じですかね。そうですね、うん、ただちょっとじゃあ続けてみたいと思います。はい。
心霊スポットで検証とゴミ拾い。今回は乙女トンネルというところに来ています、ね。はい、ここではですね、主に入り口付近で霊が出ると言われていまして、御殿場側の入り口に女性の霊が座っていると言われているんですね。あと車で通り過ぎるとトンネルから男性の叫び声が、うん、車で通り過ぎると車の中に響いてくる、ね、響いてくる、相当でかい声ですけど、うん、で、あともう一個車での話で、車でそのトンネル付近にこう近づくと、うん、母親と幼女の親子の霊が手招きしてくるとも言われてる、うん、だから車から感じる霊現象、心霊現象が多いっていうこともありますね。だからここがあれなんですよね、うん、歩いて行ける範囲がちょっともう限られてて、車じゃなきゃ通れないトンネルなんで、そうだね、だからちょっとまあがっつりと検証っていうのが難しい、うん、まあ、まずちょっと歩いて行けるところだけちょっとやって、その後車での検証になると思いますね、うん、あ、だから車での体験も多いのかかもしれないな、うん、まあちょっと確かに雰囲気は暗いというか、人通り、まあ夜中なんで当たり前ですけど、うん、うん、まあ、そんな雰囲気はあるかなと。とりあえずちょっとじゃあ向かってみますか。はい、じゃあ行きますか。はい、でちなみになぜそういう現象があるかっていう理由はわからないってことだな。あ、そうですね、うん、だから入り口がちょっと見えてるんで、うん、まず一つの中であそこに座ってる方が、そう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 、ここどこだよ、うわ、すごい。でもなんかスペース的にな、座れるな、うん、じゃあ今噴火した車の方が急ブレーキで、うん、今なんか人の声が響いたみたいな、うん、言うかもしれない、人も完全に仕込みっぽくなるから、いや確かに衝撃映像やけどな。見てもらっても分かるけどね、これ逆に検証がね難しいんだね。そうやな、座れるスペースがない、ある2人からさ、うん、ここにできたのがうまくいかれるので、ちょっとここからゴーストチューブとかやってみようよ。さあ今ゴーストチューブを回していますが、なんか映るっちゃ映るけど、どういう、もしこれがでも、もしそういう方なら目の前にいるわ、うん、入り口を塞ぐように。でも何に反応してるかちょっと分かんねえな、動いてるし、座ってる感じではない。俺らが来て立った、この目の前に近づいてきた、うん、反対側の出口がもう完全に歩いてはいけない感じなんで、歩いていける検証はこっちの入り口だけですね。でも確かにちょっと不思議な反応ではある。ちょっと次写真行きましょう。はい、手招きしてる親子も目撃されるとか、そうそうそう、いっぱいだからなんか、でもその割に原因が出てくるんやな、そうなんやな。でも正直、人感センサーとかおしゃべり人では無理ですよ、骨量多いな。ここが行ってみるか、うん、またこのトンネルの目の前でゴーストチューブやってみますか。そうしようか、うん、さあ今度は目の前で、うん、お、看板かな、看板、うん、他は、うん、看板っぽいな、特にですね、車が来たんでちょっと、うん、特にないな。トンネルがあんな感じで、うん、脇の森はちょっとおかしくな
く雰囲気は不気味やっちゃ不気味やな。ただまあ今のところ特に現象はないんで、車での検証か。さあそれではちょっとじゃあ今から車での、トンネル検証いきましょう、はい。でカメラの前に人感センサーまた、車の外に向けてね、はい、これでもたまに喋る時があったり、であと山中に、はい、電磁波計とかバケタンとかラジオ、まずここが本来だったら座ってる人がいるという、映ってるかどうかちょっと僕カメラ見れないんですが、まあなんかそれらしきっていうのはで走ってる時男性の声が響くのと、あとどこからか親子の方が手招きをする。おおお、なった今一瞬だけなったな。でも今はゼロ、一瞬だった。うおびっくりした今。じゃあちょっとラジオ行きます。男性の声が、じゃあゴミ拾い行きますか。じゃあ行きましょう。はい。というわけでまあゴミ拾い。あれですね。重い。雪の溶けた水でだいぶ染みてて重さが。だからこの場所は取れ高少ないけどゴミ多いっていう場所でしたね。うん。取れたかそんなあれかもしれないけど、まああとで映像確認してんのわかんないけどな。ただゴミは確実に多かったです。歩いて行けるような場所じゃないんやけどさ。窓から車から捨ててんだな。あそこに。あとはやっぱり肝試し持ってくる。どうなんだ、でも歩いて行けるのもここが限界だから。やっぱり車から捨ててんじゃねえかな。かも
あれやったで。さあな、うん、正直ゴミ拾いしてる時間の方が相当長かったからな。うん、筋肉痛だろ俺。まあ、とりあえず今回はこんな感じで、うん、また次の場所へ向かいましょう。これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。